こんにちは、小さな柿農家です。今日はですね、この徒長枝について簡単に解説していきたいと思います。よろしくお願いします。徒長枝とは何かっていうと見てわかるようにですね、上に向かって空に向かって伸びている枝が徒長枝になります。こちらですね、一見ですね、こう勢いもあってそれなりに太さもあってですね、いい枝に見えるんですが、こちらの成長にはですね、結構養分を必要とするんですね。なので、柿の実に行く栄養も、奪われてしまうので成長の妨げになってしまいます。ですのでですね、徒長枝はですね、切ってしまった方がいいのかなって思います。中にはですね、残した方がいい徒長枝っていうのもあるんですけど、例えばですね、初めて剪定する方とかはどれを残していいかわからないっていう方が結構多いと思うので、そういう方にはですね、まずはこのまっすぐの上に伸びている徒長枝を先に切っていただくのがいいのかなと思います。今ですね、ぐるっとこの木をですね一周してみたんですけど、徒長枝切るだけでだいぶすっきりして形も変わると思うので、ちょっとやってみます。切るポイントとしてはですね、こちらですね、こちらで例えば切るときにこの辺こうのように切ってしまうとですね、ここからまたビュンと勢いのいい木が枝が出てきてしまいます。例えるとですね、こちらですね、こちらはわざとここで切ってから勢いのいい枝を出したっていう感じですね。こちらも同じようになってしまいますので、切るときは根元から切ることをお勧めします。こうですね、こちらも根元から重さですね、根元から切る、こんな感じでですね、徒長枝は根元から切り落としてください。そんな感じで剪定していただくんですが、特にですね、木の内側の徒長枝はですね、日当たりを悪くしてしまうっていうのがあるので、幹が弱ったり、枯れちゃったりします。なので内側の徒長枝はですね、特に切り落としてあげて、日当たりを良くしてあげた方がいいのかなと思います。あと風通しですね、風通しもかなり重要です。で、個人的な剪定なんですけど、自分はですね、結構低い樹形を保つように剪定しちゃいます。脚立でいうと5尺あれば十分なぐらい、5尺でも2、3尺、2歩3歩しか上に行かないぐらいですね。それぐらいの樹形で、コンパクトに剪定しています。理由としましてはですね、もう作業がしやすいっていうのと、あとはまあ管理もしやすいですよね。1個だけ注意があって、その剪定だと、機械がですね通りづらいってなります。低いので、木がどんどん下がって下に来ちゃうんで、常用草刈り機なんかね、乗ってると首を引っ掛けてしまうっていうことが結構あるんですけど、そういうのがありますので気をつけていただきたいと思います。ちょっとね、雨も降ってきちゃったので、今日はですね、簡単にですね剪定ができるっていうか、剪定の形ができる、徒長枝を切れっていうことでね、お話しさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。